もうじきブドウの収穫だ。忙しくなるよ。魔法を使いすぎるなよ。今日はこれでしまいなんだから。いらっしゃい。値引きはできないよ。そろそろみんなが畑の仕事を終えてくるよ。じゃあうまい飯を用意してやらないとな。じゃあ今日の晩飯どう？日が暮れる前に乾かさなきゃ。魚の燻製作りを手伝って。もうくたくた。あら、マスターのお客人ね。この間は助けてくれてありがとう。やっと落石が片付いたね。見えてきた。ノースリーチだ。
協力者のマダムは娼婦だと言っていたな。探してみよう。ザンブレクまで来たかいな。立派なハムだな。さあさあ、いらっしゃい。デクか。いらっしゃい。って、なんでベアラーが一人で出歩いてんだ。おい、お前ベアラーじゃねえか。汚ねえ手で売り物に触るなよ。兵隊さんもお気に入り、芳醇なワインだよ。罪を調べる。怪しいものは募集。薄汚いベアラーめ、主の元へ帰るがいい。なんだい、買うのか買わないのか。いらっしゃい。また来てちょうだい。その方、なんだよベアラーか。何か買うならご主人様を連れてこい。あら、いいの？ベアラーが一人女を買おうだなんて大胆。人違いだ。いい香り。私がこの花を好きだって覚えてたのかしら。香り袋か、シドよりもオットーの方がよっぽど女泣かせだったりして。あなたはどう思う、クライブ？やっぱりあんたか。私はイサベル、ノースリーチの召喚、夜の帳の主人よ。シドのところの新入りさんでしょ。夫から知らせを受けてるわ。さあ、ついていらっしゃい。どうしてシドのやつに協力を。シドとはもう長い付き合いでね。昔ちょっと大変だった時に助けてもらったのよ。この町で商売を続けていられるのも全部彼のおかげだから、その仲間には親切にするって決めてるの。それにあれ、ここはコート前の最後の関所。ベアラー一人では決してあの門をくぐることはできない。でも私ならあなたを門の内側へ連れて行ってあげられるでしょ。どうやって。夜の女王って何、恥じないくらいのことはできるつもりだから。無事に関所を抜けたら、一つ私の頼みを聞いてちょうだいね。おい、ダルメキアの品物まで集まってるのね。もっと魔法の使えるベアラーは売っていないのか。すみませんね旦那、残ってるベアラーはこれで全部なんですよ。これほどの品は。
何を買うか目移りしちゃう。こっちもうまそうだ。新鮮な魚と果物、今だけお買い得だよ。何をするつもりだ。そんなに不安にならなくても平気だから。俺がベアラーであることはこの刻印でおのずと知れる。下手に隠すと怪しまれるぞ。別に隠す必要なんてないわ。普通に行って普通に通り抜けるだけなんだもの。これはマダム、お帰りですか。ええ、今晩の支度をしなきゃ。ところでそちらは誰です？私の新しい用心棒なの。どう？かわいいでしょ？マダムの番犬とは羨ましいね、色男。じゃあもう行くわ。またうちをごひいきに。待て、お前まさか。やっぱりベアラーかよ。マダムに拾われるなんて運のいいやつだな。ほらさっさと行け。ほら無事に抜けられたでしょ。まったく肝が冷えた。これくらいは簡単よ。ノースリーチに勤める兵士はうちの一番のお客だもの。それにここは私の町。罪さえ犯さなければ大抵のことはなんとかなるわ。さあ次は私の番ね。詳しい話はお店に着いてからにしましょう。仕方ない、協力するか。さあ、訓練は終わりだ。今日も目いっぱい飲むぞ。今夜こそ、うちに寄ってちょうだいな。ええ、わかったわ。お客様に粗相のないように。おかえりなさい、マダム。ただいま。マダム、お戻りで。遅くなったわね。ようこそ、クライブ。ここが私のお店、夜の帳よ。無事に関所を抜けることができた。改めて礼を言う。ありがとう、マダム。二人の時はイサベルでいいわ。クライブは律儀なのね。シドとは大違い。イサベル、あんたの頼みというのは、シドたちと落ち合うまでに片付くことならいいんだが。シドとお嬢さんは、うちの子が順に案内する手はずよ。関所を抜けるには、もうしばらく時間がかかるわね。それまで人探しをお願いしたくて。実は、少し前から、娼婦が一人、立ち犬が行方不明になってるの。壁の外側に出た様子もないし、何かに巻き込まれたとしか思えないわ。どうも人探しには縁があるな。わかった、やってみよう。ありがとう、クライブ。そうだ、これを受け取って。信頼の証ってところよ。ベアラーが出歩くなら持っておいて損はないから。私はこの後鉄の酒樽邸で用事があるの。何か分かったら知らせに来てちょうだい。
たちに話を聞いてみるか。あら、そのブローチ、マダムのお使いかしら。タチエヌという娼婦を探している。知っていることがあれば教えてほしい。タチエヌ、まだ戻ってないのね。私がもっと話を聞いてあげてれば。彼女と話したのか。ええ、いなくなる前日にマダムからいただいた櫛をなくしたって、ずいぶん塞ぎ込んでたの。あの子、母親を早くに亡くしたから、マダムのことを本当の母親のように慕っててね。つる草模様の入った古ぼけた木の櫛だったけれど、とても大切にしてたのよ。マダムの櫛を。そうね、タチエヌと一緒に暮らしてた子なら何か知ってるかもしれないわ。池の前で休憩してるはずだから、彼女に話を聞いてみて。わかった、当たってみる。タチエヌと暮らしていた子か。おい、そこの。おい君、そのブローチをつけているとはマダムの用心棒か何かだろう。少し力を貸してもらえないか。もちろん礼は弾むよ。あんたは。失礼した、私はエティエンヌ。マダムにも。これから壁の外。マダムの後。どうだ君、いいだろう。おお、何。雑貨やハーブショー。中身は何だ。外側の連中。そうだな、それじゃ。なぜ壁の内側をビアランがうろついてる。さあ、訓練は終わりだ。今日も目いっぱい飲むぞ。罪によ調べ。うちの酒はうまいよ。ダルメキアの役人。さあさあ、いらっしゃい。一歩のハムドナー。か。なんだ、ベアラーじゃないか。あんたが買えるようなもんは置いてないんだけどね。俺はエティエンヌの使いだ。それならそうと早く言っておくれよ。ほら、万平に見つかる前に約束の品を渡して。ああ、よかった。これでしばらくはやっていける。ソーラ、こっちの取引の品だ。蒸留酒だ。舌の肥えた客用にとびきり上等なのを用意しといた。門を通るときは徴収されないよう気をつけな。万兵どもはこういう嗜好品に目がないからね。あと、エティエンヌにはこれからもご贔屓にって伝えておいておくれよ。ああ、わかった。ベアラーが何の用だ。約束の品を届けに来た。見たことのない顔だな。いつもの商人はどうした。エティエンヌは万兵に目をつけられている。なら、前回と比べて少なくないか。まさか中身をくすねたんじゃないだろうな。いらないなら返せ。ベアラのくせに生意気な口を。エティエンヌの使いじゃなけりゃ役人に突き出してやるんだがな。ほら、これが取引の品だ。これは葉巻か。丁重に扱えよ、高級品だからな。払いたてもすっかり治る薬草はいらんかね。ベアラだ、邪魔だ邪魔。あっち行け。エティエンヌの使いだ。
約束の品を持ってきた。なんだよ、そういうことか。これさえあればクソみたいな生活も少しは潤うってもんだ。さっきは悪かったな。少し待っててくれ。こっちの取引の品だ。香水か。よそ見して落とすんじゃねえぞ。香水葉巻蒸留酒、どれも上等な嗜好品だ。こんなものと交換できるなんて、あの小袋には。とにかくエティエンヌのところへ戻ろう。取れよ。何を買う。荷を全て改めるまで関所は通さぬ。さあ、訓練は終わりだ。今日も目いっぱい飲むぞ。ドレイクヘッドあたりでエーテルだまりが出たらしいぞ。クリスタルの採掘に影響が出るかもな。戦に出る前に私と素敵な思い出を作りましょう。無事に戻ってきたか。取引の品を扱ってきた。完璧だ。マダムもきっと喜ぶ。もしかしてあの小袋の中身気づいたかね。だからおじけづいたクリスタルの私がそんなもん。それほど。ああ、これを嫌。ただ生きる。大事なし。マダムにも君の働きについて伝えておく。まったく、壁の外の連中は品がないな。ガヤガヤ集まって騒がしいにも程があるわね。訓練を増やせとの目。なんだ貴様、ここはベアラー風情が入っていい場所ではないぞ。知ってるか、俺たちはコート防衛の精鋭部隊だ。奴隷なんざに用はねえんだよ。すぐに出ていく。おい、こいつマダムのブローチを持ってるぜ。なるほど、マダムの用心棒というわけだ。俺たちの護衛さえ断ってたマダムがね。このベアラーかなりやり手かもしれん。おお、面白い。おい、ベアラー、一つ手合わせと行こうじゃないか。手合わせだと？マダムに認められたその力、ぜひ確かめさせてもらいたいな。仕方ない。一戦だけでいいか。ああ、構わんよ。だが、互いに手加減はなしだ。この訓練場でやるとしよう。さっさと用意するんだな。さあ、貴様の実力を見せてもらおうか。さっさと終わらせよう。大した自信だな。では、行くぞ。手加減はなしだぞ。さあ、かかってこい。ベアラ、
様の力を見せてみろ。たかがベアラーだと思っていたが、やるじゃないか。なんということだ。おいおい、わざと負けたんじゃねえだろうな。まさかあいつ相当できる。それなら、おいベアラー、今度は俺と勝負だ。行くぞ。どれだけできるか見せてもらうぜ。まったく、今度はこいつか。なかなかやるじゃねえか。もう十分か。なんだよこいつ、とんでもない強さだ。いくらマダムの用心棒とはいえ、ベアラーに負けるなど、精鋭部隊の名俺だな。ああ、俺たちもまだまだだぜ。上官の言う通り、もっと鍛えねえと。俺はもう行くぞ。あ、手間をかけた、見事だったよ。おい、俺たちがあんたに負けたってこと、マダムには絶対に言うんじゃねえぞ。マダムの用心棒とはいえ、今日も夜の帳に顔出すか。当たり前だろ。君、ベアラーなのにそのブローチを。そうか、マダムの。だったら話を聞いてくれないか。あんたは。僕はコートの役人で、マチューという。そしてマダムに手を貸す者でもある。この国はベアラの扱いがひどいだろう。僕のようにそれを心よく思わない者もいるということさ。なるほどな。それで話とは。この町のベアラたちのことだ。彼らは常に飢えている。過酷な仕事を課せられる上に、満足な食事も許されない。それで餓死しようが誰も見向きもしない。壊れた道具と同じように使い捨てられるだけ。見るのも辛いありさまだよ。これまで密かに食料配っていたが、住人に感づかれたようでね。だが君なら僕よりも怪しまれずに済むだろう。どうかベアラーたちに食料を配ってくれないか。ああ、俺がやろう。ありがとう。これで彼らも少しは生き延びられる。では早速だが、これが食料だ。食料を配ってほしいベアラーは、弊社の周りで働かされている3人。いずれも休むことを許されず、魔法の使用を強要されているはずだ。魔法を使わされているベアラーか。だが気をつけてくれ。彼らは主の所有物。決して誰にも悟られないように頼む。食料を配り終えたらマダムに伝えてほしい。
彼女の手の者に伝言すればいいだろう。分かった。あんたはどうするんだ。僕はこれから表の仕事さ。それでは頼んだよ。魔法を使わされているベアラーか。早く食料を届けてやろう。今日も夜の帳に顔出すな。おい、まだ直せねえのか。今は無理そうだな。また後にしよう。